から行ける？あ、行ける行ける。あ、ここ通れたんだ。めっちゃ綺麗だし。なるほど。あ、これで向こう側に到着することができましたね。ちょっと待って。オッケー。なるほど。この道を通って、シルビアさんたちを先に向かってるはずです。わー、デルカダール城にいた敵が外にもいる。すごいね。鼻の口が真っ赤っかじゃん。到着しました。でもここら辺は、花がまだ綺麗に咲き乱れてますね。あ、そのまま来るんだ。不思議なものね。この町には二度と来るまいと思ってたのに。まさかこんな風に帰ってくるなんて。あれがパパのお屋敷よ。だけど、ちょっと心の準備をしたいから、みとくちちゃん先に行ってて。まあ、さすがに着替えるんじゃないかな。あ、アリスちゃん。じゃあ行ってますね、先に。おお、仲間たちが。ドン引きですよ、皆さん。よし、じゃあ、先にパパさんに会いに行きましょう。確かこのお屋敷じゃないかな。この人は誰？目覚められた。どこにいらっしゃる？上かな？あ、ここっぽいね。あ、違うかな。目覚め、こちらの部屋におられます。何かあったのでしょう。師匠、グレイグでございます。久方ぶりです。おうおう、グレイグじゃねえか。てめえが修行を終えて町を旅立ってからもう十数年か。近くに来て顔を見せろよ。また男気がすごい。てめえの活躍は散々聞いてるぜ。図体でかいだけが取り柄だったてめえが今やデルカダールの英雄様だ。思ったよりお元気そうで何よりです。師匠の下で騎士道を教わっていなければ今の私はありえなかったでしょう。ここを旅立って多くのことがありました。16年前のユグノアの悲劇に始まり、先日の大樹の落下、そして今や魔王が。そういえばシルビアどうしたのだ。水戸吉、私は師匠と話しているからちょっと様子を見てきてくれないか。まあ、シルビアじゃないしね。勇者さんよってすいませんね、こんななりで。ちょっと恥ずかしいな、もう。まあ、この部屋ね、初めて入ったんで。お、やったね。お、プラチナの防具。やったー。じゃあ、シルビアさん、呼びに行こう。どこにいるのかな。多分ね、着替えてんじゃないかなって思うんですよね。あの格好じゃさすがに会えないと思って。そんな気はするんですけど、いらっしゃらないかな。どこで油売ってんだ。まだ入り口にいたりすんのかな。あ、いない。シルビア姉さんでゲしたら長い階段降りて海の方へ向かった。なに、早く来てくださいな。あ、いたいた。あの格好のままだ、目立つな。てっきりね、着替えてあのシャキッとした感じで会おうとしてるのかなって思ったんですけど、そういうわけでもないみたい。あ、水戸吉ちゃん、そっか、私を探しに来てくれたのね。実はね、私、水戸吉ちゃんと再会できたら、ウルノーガと戦うって心に決めてたの。だけど、パレードのみんなを預けるために、パパと会う決心がなかなかつかなかったの。あのプチャラオ村の親子を見るまでは。話し合えば分かり合える。
そう覚悟を決めてここまで来たんだけど、やっぱりパパと会うのが怖くてね。私がこの町の出身だって話したことあったかしら。まあ、本がありましたね。そう、グレイグが言ったのね。聞いての通り、私は子供の頃から騎士になるべく徹底的に鍛え上げられた。だから私はずっとこの町で騎士として生きていくものだと思ってた。そんな時だったわ、サーカス団が来たのは。そのサーカスのショー、とにかく面白くって、不思議と体の中から力が湧いてくるの。私はサーカスのパワーに魅せられたの。そして私は確信したわ。笑顔は人を強くする。私の騎士道はこれだってね。いても立ってもいられなくなって、今の私に必要なのは旅芸人の修行だってパパに打ち明けたら、当然のように反対されて、その時言ってやったのよ。世界中の人たちみんなを笑顔にできるような、私にしかできない騎士道を極めてやる。それまで絶対に帰らないって、屋敷が壊れるくらいパパと大喧嘩して、私はこの町を飛び出したってわけ。おセンチな話しちゃったわね。でも、水戸吉ちゃんとお話ししてたら、なんだか勇気が湧いてきたわ。よし、パパに会いに行きましょう。まあね、シルビーのお父さんめっちゃ怖そうでしたもんね。まあでも、いずれ分かってくれるんじゃないかなとは思いますけど、いよいよなのよ、いよいよなのよね。頑張って、はい、頑張る。フレーフレー、いいやつらじゃないか。まあ街も明るくなるし、いいんじゃないかな。さあ、いよいよお父様はどんな反応するんでしょうね。その格好で行ったらまずいんじゃないかな。おい、何者だ、そこの羽の男。ですよね。久しぶりね、ゴンザレス。臆病者のあなたが屋敷の護衛役なんて随分出世したじゃない。貴様どうして私の名前を。相変わらずネズミは苦手なの。たわしと間違えてネズミを掴んだ時が一番傑作だったわね。そんなまさか。そうよ、驚いた。ゴリアテ様、まさかお帰りになる時が来るとは、お懐かしゅうございます。今まで屋敷を開けていてごめんね。ねえゴンザレス、屋敷を見て回ってもいいわよね。もちろんです、ゴリアテ様。どうぞごゆっくりなさってください。あんま突っ込まないんだね。隠れてる。パパ、ただいま。誰だってめ。でもお父さんかっこいいな。てめえは我が息子ゴリアテ、どの面下げて帰ってきやがった。ごめんなさい、かわいそうに。ごめんなさいだと。おいゴリアテ、てめえ何か勘違いしてねえか。ベッドに仁王立ちですね。てめえの騎士道ってやつで世界中を笑顔にできたのか。いえ、まだです。だったらなぜ帰ってきやがった。てめえは大口を叩いて出て行った。なのに夢を果たさぬまま、よくも抜け抜けと。そんな風にてめえを育てた覚えはねえぞ。あ、お姉であることは別にいいんだ。パパ、畜生、こんな体でなけりゃてめえをぶん殴ってたところだ。ありがとうパパ、ずっと私のこと認めてくれてたのね。私確かに夢半ばのまま帰ってきちゃったけど、それには理由があるの。魔王か。そう、魔王がいる世界じゃ人は心の底から笑えないの。だから私、魔王を倒す。そして明るい世界を取り戻して、今度こそ夢を叶えてみせるわ。立派じゃないの。魔王を倒すだと。てめえまたどでかいこと言いやがったな。面白え、やってみやがれ。ええ、必ず。騎士に二言はないわ。それで実はパパにお願いがあってきたの。魔王を倒すまで私の仲間たちを預かってほしい。
そして私の代わりにみんなの中心になって導いてほしいの。そんなもんお安いご用よ。困ってる人を助けるのが騎士道ってもんだ。え、めっちゃいいお父さんじゃん。パパ、ほんと？おうよ、どんと引き受けてやら。騎士に二言はない。パパ、ありがとう。めっちゃいいパパだ。みんな、パパに挨拶なさい。大丈夫、ちょっと。体に負担なんないかね。いや、怖い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 。もう足音が怖いもん。うわ、来たー。綺麗なお部屋、素敵。引くわー。わ、お姉様のパパ、かっこいい。これからよろしくね。物おじしないわー、この子たち。はしゃいでるわー。おいおい、ゴリアテ、こいつは一体どういうことだ。ちょっとね、シャキッとしたのが来るかと思いきやですよね。聞くわはい、パパ、これを着てね。いや、パパにも着させるんだ。うわ、何をする。シルビア強え、シルビア強え。うわ、同じ、全く同じ衣装。 なんだこの服は。こんなもん聞いてねえぞ。だって私の代わりにみんなの中心になってくれるって言ったじゃない。騎士に二言はないんでしょ。うわ、言いくるめられてますね。もうやる気はないよねいや、いい親子じゃないですか。まあ、なんだ、乗りかかった船だ。こんな妙な奴らはドーンと俺に任せとけ。安心して魔王をぶっ倒してくるんだな。え、必ず魔王をぶっ倒して世界中に明るい笑顔を取り戻してみせるわ。いい人。相変わらず威勢だけは一枚だな。魔王を倒したら絶対に帰ってこいよ。てめえには言うことが5万ってあるからな。ですよね。まあでも、あっさりと受け入れましたね、お父様。まあ、悪い子らじゃないからいいんじゃない。広いって言ってるし。あ、オッケーオッケー、いいと思う。これはこれでいいと思う。いやー、大反対されるかと思いきや、まあ割とすんなりあっさり受け入れてもらえたので良かったんじゃないでしょうか。で、なんか他の部屋って見れなかった。あ、見れないんだね。いや、良かったね、本当にめっちゃ平和。泣くねー。みんないいわね。パパの言うことちゃんと聞くのよ。お姉さま、行かないで。やっぱりお別れなんて嫌よ。私だってみんなとお別れするのはとても悲しいわ。だけどみんなの笑顔を奪う魔王ちゃんを倒さなくっちゃ。それまでの短いお別れ。たとえどんなに遠く離れようと、私たちずっと仲間よ。お姉様、困った時はいつでも呼んでね。私たちどこであろうと駆けつけるから。いや、あの、ちょっとおとなしくしていてほしい。仲間呼び、あ、マジでマジで来るんだ。すげー頼もしいけど、あの足でもシルビアがね、また仲間になってくれてよかった。私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとう。ミドキチちゃん、改めてよろしくね。お、よかったよかった。めっちゃ頼もしい。でも、ムードメーカーですからね、シルビアさん。本当に。まあ、ミドキチと旅することで目的も果たせるんじゃないでしょうか。そういえば、私の船なら、町を出て東の浜辺に止めてあるの。今まで通り自由に乗っていいわよ。お、それはいい。船があればこれまで行けなかった場所に行けるようになるな、ミトキチよ。引き続き仲間を探しラムダを目指そう。なんかグレイグさんはどうやってこう折り合いをつけたんでしょうね。なんかそこがすごい気になっちゃうんですけど、まあ
まあ受け入れたんですね。うん、受け入れたみたい。で次は聖地ラムダへ向かう方法。聖地ラムダってどうやって行ったっけ、まあ、とにかくまずは船に乗ってダーハルーネですかね。ダーハルーネが一番近いんじゃないかと思います、ここからだったら。なのでそちらに行きましょうか。あ、ここなんだ。あ、ここなんだ。なんか今灯台か、ただの中に入れそうにはない。じゃあ船で行きましょう、ダーハルーネ。ダーハルーネは誰かいるかな。マルティナはあそこだと思うんだよね、あのなんだっけ、グロッタ、グロッタあたりにいるんじゃないかと思うんですよ。まあ出会った場所っていうのもあるんですけど、あれ、あ、こっちか。もしかしたらあのセーニャとベロニカが別々にいるとしたら、セーニャあたりいるんじゃないかな。あ、でもなー、わかんない、ベロニカかもしれない。よし、じゃあ行きましょう。いや、水戸吉の旦那たちを乗せてこうしてまた船旅の、ね、船旅できる日が来るなんて。そういや旦那、こんな話知ってるでげつ。バンデルフォン地方のネルセンの宿、あ、ネルセンの宿やね。みんなが同じ夢を見る。あ、なに、ネルセンの宿屋にまず行くんだ。ここから船で東に進んだ先、あれ、ダーハルーネに行くんだとばっかり思ってたんだけど。さて、ネルセンの宿屋へ向けて今近くの岸まで来ました。おや、海がめっちゃ荒れてますね。急に荒れてきよった。あ、そうそう、グレッグさん新しい鎧買いました。貴様の船これ式で沈んだりしないだろうな。ダーハルーネにね売ってました。今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。匂う、匂うぞ、命の匂いだ。今の声は何だ。のは魔王の手先じゃないですか、きっと。っていうかもうそれしか考えられないか。やばいの出てきたなやばいの出てきましたね。これ倒すんですか。強そうじゃん。我が名は破壊軍王ジャコラ。魔王様よりこの海を滑るよう賜った。我が海を汚す雑魚どもめが、その命魔王様のためもらい受ける。やばー、強そう。おじいちゃん、おのれ化け物め、わしらをなめくすりおって見ておれ。お、行ったれ行ったれ、覚えたてのオンドリア。焼き魚にしてくれるわ。わしのグランドクラスが効かぬじゃと。マジか。魔王様より授かったレッドオーブの力を使えば、そんなもの我には効かぬわ。こいつレッドオーブ持ってんの。あ、ほんとだ、ちょうちんあんこだった。いや、でも倒さなきゃダメだよね。海の底に沈め。やめろー、ネルセンの宿屋へ行くんじゃー。水戸吉が、おや、無事のようです。めっちゃ綺麗なところなんだけど、どっかの海岸に、うち、あー違うなどこだここ。あれだ、海底王国の人だ。え、めっちゃ綺麗じゃんここ。何ハテナだって。いやー、わかんないな。すごい綺麗なところ来ちゃったな。これあれか、生と死の狭間的なこんな綺麗じゃないか。ちょっとおじさんとこ行ってみるか。
この小屋しかない、ないですもんね。周りなんか、あ、宝箱ありそうだな、あそこ。まあいいや、とりあえず話聞こう。でもすっごい綺麗なところ。あれあれ、おじさんだったよね女の人になってる。なんじゃ、誰かと思えばお主か。驚かんでもええ、ここは天国でも地獄でもない場所、安心するがよいぞ。ほれ、ボケっとしておらんで、お主も釣り糸を垂らすがええ。そこに釣り竿が置いてあるじゃろ。のんきに釣りとかしてる場合じゃないんですけど、まあいいか。なんか水戸吉のこと知ってそうな口ぶりでしたよね。なんじゃ、ジロジロ見よってついてはないけど、ついてはないよ。わかったぞ、わしのこの姿が気に入らないようじゃな。気に入らないっていうか、姿がコロコロ変わるのがびっくりなんですけど。あ、頭叩くと変身するシステム。この姿もダメか。ちょっとね、兵士ですからね。あ、おじいちゃん。あ、犬、犬でいいよいや、可愛い女の子になった。結局それかい。さっきの女の人だ。わしの姿が定まらんとこを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。知らないですね。会ったことなかったと思いますが、お主の世界ではわしは預言者と呼ばれておる。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな、そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。ところで、どうじゃ、何か釣れたか。いやー、ちょっとわかんないけど、まあいいや、なんでもいいや。はい嘘をつけ。あ、嘘ついちゃった、バレたか。今はまだその時でないということじゃろうて。釣れる時には釣れる、来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが寛容じゃ。そういえば、お主の仲間にも会ったことがある気がするの。名前は確か、カミュと言ったか。カミュもここに来たってことか。へえ、じゃあ生きてんのか。まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。預言者様。カミュがいたんだ。で、ちょっとどこに行ったか行き先を教えてくんないの。知らないのかな。とりあえず、お話もうちょっと聞きたいよね。で、結局ここ何なんですかね。特に変わったものはないか。ほれ、苦しゅうない。そこに座れ。さて、ここに来たということは、何か道に迷っておるな。ちょいと失礼するぞ。お主、勇者の力をなくしたと思っておるの。ウルノーガにね、奪われたんで。残念だが、わしにできることは何もない。ただ一つ言えることはある。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃか。力なんてもんは見えやしないし、触れもできん。簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてもんはな。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように時が来れば、おのずとつかめるものじゃ。そういえば、お主今溺れかけとるんじゃっけ。ま、案ずるでない、大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命にないとな。さて、いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは決まっておろう。世界を救え。最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック、そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。